でしょーと、さてと、クレマさんのご飯、こちらオリジンフードのパピーをですね今頼んでいるんです。サイズが、粒のサイズがね、パピーはちっちゃいんでこれにしてました。今回のパッケージがまあちょっと横長になったのが今回のタイミングかどうかちょっと覚えてないんですけど、ちょっとデザインもうちょっとね縦長だった気がしたんですが、今日変わってですね、まあ中身は変わってないかなと思ったんですけど、犬用でパピーでいつも買ってるやつなはずなんですが、まあ、今までの残りちょっと少ないんですけどがこちらです。そして今回届いたやつをざーっと入れたらですね、それがこちらなんです。ちょっと伝わるでしょうかここに置けてみようか。ドンと、どうでしょう、粒の大きさが全然違う気がしませんか。いや、なんか分厚くなって粒も一回りでっかい気がするんだけど、これちょっと新しいのこっちに置いて比較してみるとどうでしょう。いや、ちょっと粒大きくなっちゃったよね。なんか分厚い気がする、一粒一粒が。伝わるかな。いや、伝わるよね。なんか分厚いんだよな、一粒一粒が。なんか色もちょっと違うしね。大丈夫だったと思うけどこれは食べれるかな。まあ、これで食べれるなら別にもはやパピーじゃなくていいかなって感じがしちゃうね。まあ、とりあえずあげよう。ではクレマさん、まずは恒例のいつものサイズのやつからどうぞ。はい、いけますね。偉いね、早いね。じゃあ次、ちょっと新しいやつ。はい、いける。はい、なんかちょっともごもごするね。これ古い方、ペロって感じ。はい、古い方、新しいやつ。大丈夫かな、新しいやつ。ちょっとワンクッション入る感じはするけど、まあいけるか。古い方、新しいやつ。大丈夫か。どうぞお召し上がりください。はい、ごちそうさまでした。はい、それじゃあとね、待ってるのね、あげるよ。あげる。はい、食後はカスカイヨーグルト、おなじみですね。あげましょう、クレマさん大好きね。待てよ、よし。はい、ごちそうさまでした。では本日もご視聴ありがとうございます。何かね、なんか中身変わったよっていう情報を知ってる方いたら、教えてください。クレマと同じようにね、小粒のフードあげてる方は、ちょっとね大きくなった気がするんでご注意ください。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。